はい、こんにちは、ドライブの三宅です。今日はあれです。あれです。どれですか？ドライブ実験体です。うん、実験体です。はい、はい、うちのね、人気メニューの中に、うん、カーボンサイナラさんっていうメニューがあるんですけど、うん、カーボンサイナラさんっていうね、伝票にもちゃんと座って書いてる。そう、書いてる、はい、書いてる、はい、はい、まあ要はあれですよ、最近の直噴エンジンね、まあ、BMW だけではなく、うん、まあ、ワーゲンアウディもそうですし、なかなかひどい目に遭ってるのを何回も金本さんも見たことあるかと思うんですけど、はいはい、まあ、そんなね、カーボンとさよならしましょうということで、うん、ね、なかなかね、別れてくれないので、ピストンと、うん、彼らは、はいはい、それをね、ドライブがきっぱり別れさせますよというところでね、はい、で、それをね、ちょっと今から実験したいと思います。はい、はい、でそれに使った液剤っていうのは、うん、こうニューテックっていかがしいメーカーのですね、はい、NC900 ってやつなんですけど、はい、はい、でちょうどね、ここにこれだけのためにヘッドを抜きました、うん、はい、はい、これ S55 っていうね、うん、BMW の今のじゃないな、1個前の FK の、M3、M4 に乗ってたね、はい、乗ってるツインターボのエンジンですね、うん、はい、でこれクランクのハブが滑って、はい、ピストンがぼっちんこしてバルがこんなことになってますね、うん、はい、まあ、見ての通り、これミキさん綺麗ですか？汚いですね。汚いですか、はいはい、でその裏側のね、はい、バルブ周りはどうかっていったらこんな感じですよね、うん、なかなかですよ。かなり汚いです。なかなかカーボン溜まってるでしょ、うん、これ4万キロか5万キロぐらいですよ、これエンジン、うん、まあ、でもね、メンテはバッチリされてるので、そんなにまだまだ汚れはついてないのかなっていうところですね。もう俺の92の S65 のヘッドの方が汚かったね。うん、汚かったです。ね、っていうところですね。はい、はい、この日のためにわざわざ俺新品今から下ろしますから、ね、はい、これだけのために。まあそう言わんと本来は、はい、本来はこれ逆になってるけれども、うん、まあこれここの穴があるでしょ、ね、うん、これがプラグが刺さってるので、プラグを抜いてプラグホールからピストンヘッドを狙うわけですよ。はい、はい、で本当はこれぬくもってる方が落ちやすいんですけど、さすがにこの状態で温めることができないんで常温でいきますね。はい、はいはい、でこういう形でね、ここだけいきますよ。あんまやりすぎたら店がぼやになるんでね。はい、こんな感じです、はいはい、これ長いスプレーノズルでね、ピュッといくんですね、うん、はいはい、じゃあこれがどうなるか、うん、もう落ちんかったらこの会社の人はもうあれやね、もう出入り禁止やね、はい、はい、ということでどうなるか乞うご期待ということで、はい、はい、行きましょう、はい、はい、ということで10分ね経過したんで見てみましょう。すごいな、浮き上がってきてるね。ここやったね、うん、元これと一緒やね。さあ、しかしね、一つ問題があるんですよ、はい、これね、クランク今抜いてるから、うん、吹いたらこう下がるかもしれない。まあ、本来はこれ上からシューッとこう、うん、吸い込む、吸い取る、うん、吸い取る。でもここには今設備がないので、はい、ピットに行かないとね、うん、とりあえず、まあ、ウエスで吹きますね。どんなでしょうね。これも本当はね、もっとこのだいたいこれぐらいの位置に全部ピストンを揃えて、うん、この高さから入れていくんで結構落ちるんだけど、これなぞってるだけね、力入れたら落ちピストン先生落ちていくんで、やっぱりあれやな。まあでもつけただけでこれだけは乗ってるからね、真ん中ね、真ん中ね、うん、だからこれ熱が入ってたらもっと落ちるんですよ。それ前僕の、うん、あれはそうか、僕の S65 のヘッドのこっち側、うん、こっち側はモティーズモティーズで落としたよね。
でこちら側は、うん、あのピストン側は何やら NC900 ね、はい、でやった、うん、でそのやったやつがこっちにあるんですよ。行きましょう。まあ、でも元を見てなかったらわからんか分かりにくいか分かりにくいか。よいしょ。こんなにピカピカになってるんですよ。ピカピカですね。すごいでしょう、うん、すごいでしょう。だからうちではね、はい、今日はあえてモティーズは言わんとこか、うん今日モティーズお休みです、はい、モティーズお休みやね、はい、まあまあ両取り合わせて VV で合わせてね使い分けてると。なんでまあこれもね、ちゃんと適温にして、うん、熱してあげたらもっと落ちるはず、うんうん、必殺技はあれをブシュッと出して、うん、そのままコンロで40度煮る、はい、煮てやるっていう。やりすぎと爆発するんで、はいはい、危ないです危ないですけど、それしたらめっちゃ取れる、うんうん、めっちゃ取れる。まあまあでも基本的にはバラさずにね、うん、この NC900 はバラさずにカーボンを落としてエンジンをきれいにしましょうなので、うん、はい、ということはお客様は、イオンでいくところの100度ぐらいとか、今の時期だったら110度ぐらいでやってくるわけです、うん、ビョーンってきてね、うん、で俺ら熱っ熱っって言いながらやるんで、はい、ちょうどいい感じにふやけてきれいに撮れるんですよね、うん、でよくいつもね写真とかでこうスコープ突っ込んでパシャッとか出して、うん、ね、綺麗に撮りましたよっていう撮りますけどね、はい、まあ、そういう感じですよね。まあ、だってこれプシュッと3プッシュ3、4プッシュぐらい、うん、チュチュチュッぐらいね、うん、この表面が浸かるか浸からんかぐらいでこんだけは落ちてるというところなんで、はいはい、まあまあ非常に綺麗になるのでね、これもおすすめですよ、うん、調子良くなるんでね、はい、で、施工後はこの NC900 施工後はこちらね、うん、ポンプブーストっていうね202ですね、202ですか、はい、リーバイスみたいですね、NC202 ですね、ノーカウント202ですか、いいんですか、まあ、こちらをね合わせてお使いいただくと、はい、で、まあ、こちらもオイル交換も同時にした方が本当はいいですね、うん、はい、そうです、ベストですね、その方がね、はいはい、後日でもいいですけどやった方がベストです、はいはい、そこで合わせてホニャララも足すとさらに良いです、うん、はいはい、ということで今日はねちょっとねニューテックの実験、あ、よし、ついでだ、あ、ガンプラグ出さないかんか、どうしようかな、どうします、ちょっと待って、プラグ、あ、プラグ入れるだけじゃいかんのよな、こいつらな、こっちは無理ですね、うん、やっておきたいところですけどね、はい、じゃあ、あと10分もう一回やってみる、プシュッと、そうですね、どう違うか、うん、ね、でそこら辺の経過もちょっとお伝えできたらと思います。そうですね、二度付けですね、はい、もうわざ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 このために新品ですよ、はいまたシュッとしときましょう。どこにしようかな、このピストンヘッドだけにしようか、マジです、はい、こんな感じの泡になるんですね、はい、これがいい感じなんですよ、吸着してくれるんでね、汚れにね、うん、そのままちょっと置いといてみましょう。そうですね、はい、はい、ではちょっとこれで10分置きます、はい、はい、始まってます。おお、もうすぐ10分経つんじゃない、もうちょいですね、おるるるるるるる、もうそろそろ出す、お、まだ見せん、そうやね、うん、まだ遠目で見よくさっきとはちょっと違うね、お、来ました、何、俺のラーメンできた、できてない俺のラーメンできた、時間経過しました、ちょっと、ゆうすで行こうか、おお、こう撫でるだけ、うん、本当に
ゴシゴシやりたい、カリカリやりたい。カリカリやったら元取れるんやけどね、これ、うん、まあ、でもあくまでも置いてるだけですね。あくまでも置いてる、あ、もうだから通常の施工と同じやり方や、うん、あらまあ、すごくないですかこれ。やばくないですかこれ。うおーですよこれ。ニューテックパイセンすごいね、うん、すごいねこれ、すごいこれ、綺麗になってます。綺麗になってるね、うん、もうこのバルブゴチンコのこのハンコがなんともシュールですなこれ。悲しいな、悲しいな。あくまでも真っ黒やったですもんね。これね、でもね、うん、手でやっただけでもここってハゲたね今、うん、うん、この端っこの顔もかなりこびりついてる状態です、うん、うん、真ん中のとこはね、くぼみがあるので。そうやね、たまるからね、うん、だから本当はここまで行っちゃうんでね、うん、もうこの高さぐらい、だいたい揃えてね、うん、で、もういっぱい行っちゃうんで、はい、まあまあ全体に浸透するんで、もっと落ちると思います。これチュチュッとこの辺しかやってないんで、うん、そうですね、うんうん、まあまあ、十分ですよ。素晴らしい、素晴らしいですよ。かけるだけでやんで。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。まあ、あのよくね、インテックから入れるやつは全く無意味やからね。うん。悲しいかな。残念ながらあれではね、うん、そんなに取れん、そんなにほとんど取れんと思うな。うん。うん。やっぱ直接いかんとね。はい。まあ、バラシでいろいろやってきたんで、うん、まあ、まあこれが一番いいんじゃないのかなっていうところですね。そうですね。まあまあ、そういうことで、うん、はい。まあ、こういうね、メニューの実験ということで今日はね。はい。はい、こちらもね、非常におすすめです、うんうん、おすすめです、はい、あとね、そうだ、うん、まあ、この NC900 を使ってオーインがね、ちょっとエキゾーストバルブはちょっとできない、なかなかできないんだけど、タービンを下ろしたりが必要なんで、うん、こっちのインマネの方、はい、まあ、インテークですね、うん、インテークも結構かさんところにゴスゴスに溜まるんですよ、はい、でこいつはどうなのかな、この人踏んでるから多分溜まってないかな、うん、うん、そうでもないね、あの町乗りしかしてない人ら、うん、まあ金本さんの乗り方ですよね、うん、あの人たちってここも何回か見たでしょ、アウディで、うん、穴になるんですよ。ほう、やばいっすね、穴になるんですよ、うん、なんかここ開いてるね、ちょっとね、はい、でこれはエキゾースト側か分かりにくいけれども、まあ結構つくのね、カーボンってね、うん、まあそれはしょうがないよね、ここでだって早い話爆発してるようなもんだから、はい、それをね、1分間に何回爆発してんねんっていう感じの話でしょ、うん、はい、ずっと燃焼してるわけですから、うん、まあどうしても溜まっちゃうというところでね、まあちょいちょいこういったメンテもね、まあ大事ですよというところで、はい、はい、ということで今日のこの部位はあれですね、うん、まあ、実験をしてみたと、うん、はい、っていう感じでございます、はい、はい、これねすごくいいので、ぜひぜひね皆さんね、うん、あのドライブにカーボンさよならしに来てください。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、はい、今日も相変わらずこいつらアホやなとか面白かったねと思った方は、うん、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、はい、それではまたの部位でお会いしましょう。バイバイ。